日本不動機。戦国。第一話。郊外堀1一。坂巻雪江の助は息を弾ませていた。顔には血の毛がなかった。おそらくは串を入れる糸間もなかったのであろう。乱れかかる瓶の白髪は食材の光を受けて、銀色にキラキラと震えていた。 あ、はあ、雪江はうろたえている。マナ女はそう思った。そしてそう思った時に自分の役目がどんなに重大であるかということを悟った。このことを誰が知っていますかまだ私だけでござります。使いのものはどうしました私の住居に留め置いてござります。マナ女はちょっと目をつむった。 落ち着かなくてはいけない。決してせえてはならない。今自分が言うどんな一言も、お師匠の運命に関かかわらずにはいないのだ。つむった目を静かに見開き、ややかとも思える声で、マナょは言った。では、こなたは下がって、その死者を誰にも会わせぬように計らってください。そして、根のこくまでに、年寄り旗頭、それから物頭全部を辰巳らいへ。 集めてもらいますすればやはり立て林へご合体でござりますかそれとも。はとで。それはあとで言います。厳しい小姉だった。皆が集まって、皆の意見をも聞いた上で言います。それまでは決して表立たぬよう、他の者たちに気づかれぬようにしてください。行恵の助は下がっていった。マラジョは一人になった。 両手を膝に置いたまま、じっと目をつむった。自分の心がどのような状態にあるか。まず、それを見極める必要がある。もしや、動転していはしまいか。平常から覚悟は決めていたと信ずる。その覚悟に揺るぎはないかどうか。じっと息を詰め、縫い物の針の跡を数えるような冷ややかな断念さで、己の心のありどころを追求した。 確かに、心は動揺していた。常にはあれほど、はっきり自分を支えていた心の中心が、今は、ぐらぐらと揺るぎらし、何にでもよい、力限りすがりついてゆけるものを求めて、足ずりをしているようだった。そうだ。この弱い揺ろたえた気持ちは、確かに、自分の中にある。これをごまかしてはいけない。自分はまず、よくよく、 この惑い乱れた心を突き止めるのだ。我と我が体の不分けをするように。マナジョは自分の臆した心をどこまでも追い詰めていった。豊臣秀吉が関白打上大臣の権政と威力を持って北条氏討伐の戦を起こしたのはその前の年天正十七年10月のことであった。天下の所有は ほとんど、その期間に馳せ散じ、明けて今年の三月には、小田原城を全く包囲してしまい、さらに、石田三成、大谷義継、夏か正さらをして、光助、武蔵、下佐の諸国にある、北条氏の俗上を攻め落とすべく、軍を進めさせた。坂巻幸恵之助のもとへ来た使者というのは、立林城からのもので、すなわち、石田三成が、 三万の大軍をもって国境へ迫っている。すぐにこちらへ合体せよ。という知らせであった。北条氏は戦が始まるとすぐ関東諸国にある俗上の主たちを小田原へ招集した。これは本条の守りを固めると同時に俗下の離反を防ぐ策だったのである。上司たちはおののその兵の大半を連れて、 小田原城へ立てこもった。したがって、留守城は、どこも防備が手薄だった。兵も武器も乏しかった。それで、自ら頼みがしと見た、足利、飯野、板倉、北大島、藤岡、面取などの書状の人々は、北条氏則の,の居城だった、盾林の城へ、合体したのである。おしの城主、成田下佐守氏長も、 四息、氏じのりともに、精兵五百余機を従えて去り、城に残った兵は、わずか三百そこそこだった。あとは老人と、養弱者と、婦人たちだけで、もちろん、武器も足りなかった。マナ女は、夫、氏長の留守を預かるとき、この事実をよく承知していた。そして、もしも小田原が落城し、関西の軍勢が押し寄せてくるようになったら、 城に火をかけて、潔く、自害しようと、心を決めていた。成田氏長の妻として、大田三落祭の娘として、世に恥じる、死に方をするのが、自分の務めである。そう、覚悟していたのだ。しかし、事情は全く違ってしまった。小田原城が、十医のうちにあって、なお、頑強に戦っているとき、早くも、 関西軍の一部が攻め寄せてきたという、城に火を放って死のうという覚悟は、小田原城が落ち、夫も我が子も討ち死にをした後のことである。まだ本城は戦っているし、夫も我が子も戦の中にいるのだ。自分の死ぬ時はまだ来ていないのである。任せて去った夫が生きているうちは、預かった城を守り通すのが、妻の務めなのだ。 2しかし果たしてそれが可能であろうか300に足らぬ兵と十分でない武器とで3万の敵軍に対抗することができるであろうかマナジは見うるぎもせずに座っていたあたりの空気が重みを持っていてそれが四方からおしちまってくるような息苦しさだった耐えかねてあいだ誰かを呼んで 身を支えてもらいたいという激しい衝動を感じた。それはまさに耐えきれぬ激しさだったが、彼女は歯を食いしばって自分のそのよろめく心を見守った。その衝動に負けてはならない。体をかわしてもならない。さあ、弱音をあげるがよい。と彼女は自分に言った。女は心弱いものだという、どれほど弱いか、 どれほど臆病であるか、すっかり吐き出してしまうがよい。見せかけの強がりや、作り物の勇気などでは、とても、この難関に当たることはできないのだ。もっともっと、あるだけの弱さ、あるだけの脆さを、出し切ってしまえ、骨の髄まで、素裸になるのだ。自ら自分を突きのめし、無打つような気持ちだった。それは、戦いであった。 ゆくえのすけがさがってから、はんときあまりの時間ではあったけれど、その短い時間のうちに、まのじょのたたかいがあったのだ。どこかで、ひそやかな、さむざむとしたものおとがしていた。雨のようでもあり、とい、しおなりのようでもある。かなり前から、みみについていたのが、しだいにはっきりしてきたと思うと、やがて、それは、やかたのにわにある、たかむらに、 風の渡る音だということが分かった。宇治長が山との国からはるばる取り寄せたヘラけというもので、植えてから十年ほどにもなる。広くて長い優美な葉をつけ、雨にも風にも良き風情を添えるし、また矢を作るのに適していたから、増えるに従って城中のそこかしこに植え移してあった。その高村に今、 夜風が渡っているのだ。そして、そのさやさやとなるかすかな外れの音を、それと聞き止め、ああ、あの竹だったか、と思い当たったとき、マナ女はふといつかしら自分の胸が軽くなっているのに気づいた。それは、心が落ち着き場を持った印だった。弱さは弱さなりに底がある。その底を突き止め、その底を 確かに踏みしめたとき、高村に渡る風の音を聞き分けるゆとりができたのである。彼女はやがて静かに目を見開いた。あれほどよろめき、耐えたっていた心が、とにもかくにも落ち着いていた。自分には自分にできる限りのことしかできない。唐のもので百の戦いをする力は自分にはない。それは確かだ。けれども、唐のものを。 党だけに戦い切ることはできそうだそういう気がし始めた。戦の方もよくは知らないし、規約とか妙作とかいうものもない。自分はごく当たり前な女である。平凡な一人の妻に過ぎない。ただ、その平凡さをできる限り押し通し、貫き通すことより他に何の取り柄もない。そして、その限りなら、 自分にもできるはずだ。洗いざらい、弱さ、脆さを吐き出してしまった後の、落ち着き場を得た心の底から少しずつ力が湧き上がってきた。それはもう、ごまかしではなかった。作り物でもなかった。マナ女は、それでも、なおよくそれを確かめてから、初めて、懐紙を取り出して、両手を拭った。両の手のひらには、 じっとりと油汗が滲み出ていたのである。それから静かに座を立って、己の今へ入っていった。そこには二人の次女が職を守っていたが、それを下がらせて、部屋の上座に飾ってある鎧の前へ行って座った。それは夫が出陣をするときに、いざという場合には、これを氏中だと思って死ね。 そう言い残していった品である。馬那女はしっかりと、その鎧を見守った。申し上げます。襖の向こうで、次女の声がした。坂巻のお上がりにござります。南名、せつけの場所に、思考つかまつりましたとの根性にござります。やがて出ると申せ。次女は、静かに去った。馬那女は、なおしばらくの間、 じっと座っていたが、やがて娘の甲斐姫に来るようにと伝えさせた。姫はその時14歳だった。母に似た極めて麗しい身め形を持ち、心も大人びていたし、体つきも優れて大きかった。申し聞かすことがあります。こちらへおすすなさい。マナジョはそうっって向き直った 静かに母の前へ進み寄った。三。姫に夫のかぶを捧げさせて、マナ女が辰巳やぐらへ渡ったのは、根の国をかなり過ぎてからのことだった。そこには、留守年寄りの幸江の助をはじめ、成田安長、正木丹波、船橋匠、新田日立の助、 成田たつなどの旗頭以下、番頭角の者たち、三十四人が集まっていた。彼らの多くは老人であり、実践の経験もほとんどなく、永六三年、1五百六十年に、上杉謙信と戦った時も、壮年で従軍したのは、その中で、幸恵之助一人と言ってよかった。もちろん、この後に及んで、未練な考えを起こすほど、卑怯なものはないであろう。 しかし、事態の重大さが彼らを動揺させていることは確かだった。マナジは、それをはっきりと認めながら。縦林からの使者の趣は、行方の助から、すでに聞いたことと思います。と、静かに言った。使者の工場には、この城を引き払って、縦林へ、合体するようにとあります。みなみなは、どう思われますかありようの意見を、 申し述べてもらいますしばらくは息苦しい沈黙が広間を占めていたそれで幸恵之助が答えを促すと新田日立之助が同意の者の意見を代表して館林城へ合体するのが良策であると答えたお市場は守りも手を薄く兵も武器も取るに足らぬ数ではあり到底大軍を引き受けて 戦うことはできません。それに引き換え、館林の城は防備も固く、小助、八家城の人数が合体しておりますから、これと力を合わせれば、存分に合戦ができると存じます。わかりました。マナショはうなずいて、人々を見回した。今、日立之助の申した意見を、もっともと思う者は、前へ進むがよい。彼らは、 互いに目を見かわしたが、やがて、ほぼ半数の者のが席を進めた。あとの者のは、別に意見がありますか我らは、と、船橋匠が言った。いかようとも、岡田様のおぼしめし通りに捕まつる所存でございます。それは意見ではあるまい。ひたちの助が、きっと向き直った。岡田様おぼしめし通りとは、我らも申すことだ。 戦表情である限り、とのオルスを預かる責任をも考え合わせ、しかとした所存を申し上げるべきではないかこれが我らのしかとした所存なのだ。二人はそこで激しく議論を戦わした。最前から同じ問題がやりとりされていたものと見えて、他の人々も二派に分かれて、ごわだかに言い募った。しかしやがて、黙って聞いているマナジ女に気がついて、 果てしのない議論をやめた。静かになった広間の私壁に、食の光が人々の影を驚ろ,ろしく映し出している。お方様には、いかがおぼしめしまするか。坂巻幸恵之助が初めて口を開いた。マナジは打ち返すように言った。わらばは、この城を守ります。無造作な。 何気ない言葉だった。立ちの助がずっと顔を上げた。軍議ゆえ、うしつけにお伺い申します。城の防ぎは備わらず、武器は足らず、しかもわずかに三百の兵を持って、お方様には誠に三万の軍勢とお戦い遊ばすお覚悟でござりますかそうです。それには何かお示しめす軍略でもござりますか 城の内外にある、老養不浄、どう遊ばしまするかひたちのすけは、わらわを、なんと見るぞ。わらわを、女とは見ぬかここにいる姫を、少女とは見ぬかひたちのすけは、言葉に詰まった。女の口からは、奥にも聞こえようが。いかに堅固な城によればとて、戦いに勝つとは決まるまい。余るほどの武器、 生すぐった大軍を持っても、負け戦になる試しは数々ある。城に頼る者は、城によって滅びる。武器に頼る者は、武器によって破れる。大切なのは、城でも武器でもなく、それを用い動かす、人の心にあるのではないか。十万、百万の兵も、うごの衆では、足並みを揃うまい。これに対して、 一気当選と申す言葉がある。これはその人の強さではなく戦う心の現れを申すものだと思う。その心の現れが戦の運を決めるのではないか。少しも気清った調子はなかった。平常通りの優美な夫人の小姉だった。わらわは兵も武器も足らぬとは思いません。弾丸一つ。 や一つその一つ一つに無駄がなければ、武庫にやるだけでもはまるくらいです。兵はなるほど三百そこそこでしょう。けれど、戦いは兵だけがするものではない。おしの領土に生きる者はみな兵となって戦うはずです。老人も幼児も婦女も。少なくともわらわと姫とは戦います。 そう言ってマナジョは静かに上着を脱いだ。貝姫も脱いだ。二人とも下には鎧の腹巻きをつけていた。四。表情はその一瞬に決まった。縦林へ合体しようと言った日立之助とその同意の人々も、無論、お師匠の守りにつく決意を固めた。 マナ女はその表情がもはや揺るぎのないものだと見極めると、夫の兜ぶとを取って静かにかぶり。では改めて、ただいまからわらわがお市場の主になります。この甲冑は下尾佐宇氏長様のお着せ替えでした。この甲冑をつけて命ずることは下尾の神の下地と思ってもらいます。そう言いながら立ち上がったマナ女の姿は、 かっちゅうもよく似合って、非常に凛子としたものだった。人々は、単焦の声を上げながら、等しく平腹した。マナ女は、それを見下ろしながら、これで、戦いの第二にも勝った。そう思い、かぶとのまびさしの陰で、ほっとといをついた。はじめに、己の弱い心に勝ち、ここでは、城兵の戦う心を固めた。 マナ女はこうして敵と戦う前に、まず味方の備えを戦い取ったのである。明くる日の朝、坂巻、船橋、成田次嗣家、新田、成田安永の5人が本丸へ招かれた。マナ女は甲冑をつけて上座につき、5人のつくべき役目を申し渡した。すなわち、坂巻幸恵之助は総奉行に軍限を兼ねる。 船橋匠は武庫奉行。新田日立之助は槍、弓、鉄砲奉行。成田嗣家と安永は浄類奉行として城の門軌道を固める。そしてその各役目の下に置くべき番頭手代まできちんと決めた。かくてその日のうちに城下町は言うまでもなく領内の端々まで城主の名をもって触れ書きが回された。それには、 関西の軍勢三万余機が攻めてくること、城主はじめ留守の少子は城を守って戦う覚悟のこと、領内の民たちのうち、お師場に立てこもるべき心ある者は、同様婦女にかかわらず城へ入るべきこと、その心なき者は司祭なく立ち退くべきこと、以下、四箇条をわかりよく書いたものであった。その一方では、 寮食から矢だけ、鉛、弾丸を作るため、寮内にある刀、槍の類を買い上げさせた。次の日あたりから、領民が集まりだした。上司の恩に報いるためか、領土を守ろうとする心からか、老人が、女が、子供たちが、みんな固い決意の色を見せて集まってきた。それは、5日の間続いた。そして、もう、 来るものはないと決まったとき、マナジョは彼らと対面をした。両民たちは本丸の馬場に集まっていた。マナジョは姫に兜を持たせて城壁の上へ現れた。五人の旗頭が固住していたが、萌木村子の鎧に太刀を吐いたマナジョの姿は、五人の武者を遥かに抜いて見事だった。両民たちは、 その装備な姿に心を打たれ、互いに感動の声を上げながら、新しく戦いの決意を誓い合った。すぐに戦備が始められた。弾丸を射る者、矢を作る者、棒類を築く者、糧食を運ぶ者、喜怒を言う者など、城の内外は目覚ましいほどの活気に満ちてきた。また、城中の武士の婦人たちだけで、 城壁の外角に堀を掘ったこれは非常に大掛かりなものだったが、しまいまで夫人たちだけでやり通した。この堀を掘り始めてから間もなくのことである。雪之助が見回っていると、夫人たちのある一組が仕事の手を休めて、何かひそひそ囁き合っているのを認めた。近寄って何をしているかと尋ねると、 一人が手に持っていた郊外を差し出して、このような品が堀の中に落ちていましたので、と不審そうに言った。その元たちの持ち場だ、郊外が落ちているのに不思議はあるまい。並々の品なれば不審はござりませぬが、これは私どもの持ち得るものではござりませぬ。そればかりではなく、とそばにいた一人が言った。 私、そのおが外には見覚えがござります。私は数年前まで奥へ上がっておりました。その折、確かに見覚えております。それは、お田様が日常をお持ちなされる品でございました。これが、このが外は、お田様の。雪江之助は、夫人の手からがいを受け取った。あることが、ふと彼の頭にひらめいた。 いずれにもせよと彼は郊外を懐紙に包みながら言ったかような品の戦技をするいとまはない領民たちに遅れを取らぬよう一日も早く堀を掘り上げなければならぬしっかり頼むぞやはりお方様だお方様がお忍びで自分たちと一緒に堀を掘っていらっしゃったのだ夫人たちが そう囁き合う声を聞きながら、雪江之助はその足で本丸へ上がった。広所院へ指考すると、いつもの通り甲冑をつけたマナ女が、ちゃんと上段の将棋にかけていた。雪江之助は、内密の根性だからと言って、次女たちの遠慮を願った。マナ女は手を挙げて、次女たちを下がらせた。今日、かような品が。 りりのしより見出されました。行江之助は口外を差し出しながら上段の際まで膝をすめた。彼らの中にかつておそば近く仕えた者がおり、お方様御用の品と申しております。そのものの覚え違いでございましょうや、それともお方様御用のお品にございましょうや。もし御用の品なれば。 家臣どもと苦労をお分かち遊ばすおぼししでござりましょうが、それはいささかお考え違いと申さねばなりませぬ。岡田様はお市場の恩主、さような軽々しいお振る舞いを。そこまで言いかけて、雪江の助はあっと目を見張った。かぶとのまびさしの影に見えたのは、マナ女ではなかった。マナ女によく似た、麗しいおもざしではあるが、 それは甲斐姫であった姫が母に代わって甲冑をつけていたのであったこれは幸恵之助は継ぐべき言葉を知らなかったそして彼には今家臣の妻たちと一緒に土まみれになって堀を掘っている夫人の姿が見えるように思えた 石田事部昭雄三成が三万の軍を持って、甲付の国へ攻め入ったのは、天正十八年、千五百九十年五月であった。彼は佐竹、宇都宮、勇気、高谷の首相を指揮し、二十七日早朝から立林を攻撃せし,しめた。立林には、留守兵をはじめ、上野の国、八ヶ城の兵、およそ六千余機が立てこもり、 力を合わせて防戦したが、もとより、より集まりの兵のことで、決戦の域もなく、わずか三日の戦いに会えなく敗れ、同じ三十日には、ついに降参の上、解除してしまった。勝ち戦に勢いを得た石田軍は、直ちに、推しの領内へ侵入し、六月一日、城を包囲して、ひともみとばかり攻め立てた。城は、 びくともしなかった。はじめからおしじょうの防備がどれほどのものかよくわかっていた。縦林でさえわずか三日で落ちたのである。ましておしなどは半日もかかれば片づくに違いない。将も兵もそう思っていた。まるで舐めてかかったその攻撃の出花は、しかし予想もせぬ激しい防戦をもって叩かれ、寄せては 非常な損害をこむって敗退した。こんなはずはない。彼らには自分たちの負けた理由がわからなかった。また、城兵の守りが固いのだとは考えられなかった。あなどりすぎたのだ。今度こそは一しだ。攻撃は続けて行われた。二度、三度。しかし、城はやはりびくともしなかった。 泥で作ねたくらいに思っていたのが、実は鉄石の壁だった。今度こそはと必死の攻撃を仕掛けるたびに、寄せては少しずつ、お師匠がどのような守りであるかを教えられた。そして、あまりに予想とかけ離れた事実を見て、呆然とした。城兵の数は知れたものである。武器も多くはないはずだ。それでいて実際には、 驚くべき防戦ぶりを見せた。城には四つの門と五つの木戸があった。そのうちどの一つを攻めても兵が十分にいて防ぎ戦うのである。寄せ手を間近へ引きつけておいて一斉にいらす矢が弾丸が一つの無駄もなく生き物のように寄せ手の兵を打ち倒した。激しい聖者に続いて切って出る城兵の凄まじい戦いぶりは圧きとも。 打説とも言いようがない。それが、どの攻め口をついても同じだった。上兵は三百余りということだったが、事実は二千より少なくはないぞ。されも、精鋭すぐった兵に違いない。そういう評判が、痩せての陣に広まった。これはうかつには攻められぬ。首相ミスナも、この評判を聞いた。彼も、 おしじの剣語さに驚いていたので、ある日、その本陣を出て、丸墓山の丘の上に立った。おしは広城である。北に利根川の流れがあり、南には荒川が蛇行している。城はその、ほぼ中間にあって、地盤は低く、その周囲には水田と沼沢とが打ち渡して見える。そして今、水谷の立っている、 丸墓山の中心に、小高い土手が北東西都へ伸びていた。これは二つの川がしばしば氾濫するので、高地を守るために農夫たちが築き立てたものであった。三成はこの地形を見て、かつての高松城の戦いを思い出した。秀吉は、なかなか落ちない高松城を水攻めにした。今見るところでは、お城も、 水攻めには屈強である。よし、水攻めだ。本陣へ戻った彼はすぐに命を発し、水よけの土手をそのまま利用して、南から西へと半円を描くように気づき伸ばさせた。工事は夜も日も分かたず続けられた。人手は余っていたし、賃金も惜しまなかった。それで10日足らずの日数で、 リオの朝廷が築き上がった。すぐに舟を切り、荒川を切った。二つの川水は濁流となって、おしの定地へ落ち、じょうは、その鳥出の根まで現れるに至った。けれど、沈ましたりと思う間もなかった。それから数日の間、降り続いた豪雨のために、せっかく気づいた土手は、たちまち決壊し、濁流は帰って、 寄せての陣へ襲いかかった。それだけではなかった。氾濫した水はなかなか引かず、城の周りは一面泥海となったので、包囲軍は三丁も五丁も陣を交代させる始末となったのである。あれを見ろ。珍しい草があるものだ。と、城兵たちは盾をたたき、手を打って笑い生やした。寄せては己を水攻めにしているぞ。おまけに。 やだまが嫌じゃというて、だんだん陣を下げていくわ。あれでも関白の軍勢だ。たわけたざまをよく見てやれ。思うままに罵り立てる声が、寄せての兵たちにもよく聞こえた。しかし、見渡す限りの泥海を越えて、攻め寄せる方はなかった。たとえ、その方があったとしても、上兵の戦いぶりを骨身にしみるほど味わった寄せてには、おそらく、 突撃するだけの戦機はなかったに違いない。こうして、日が経っていった。糧職の尽きるのを待っても、付近の民たちは全部が城とつながりを持っているので、石田軍の目を抜けてはいくらでも城中へ食料が運び込まれる。水攻めの土手を築き立てた時にも、民足に雇われた民たちは、もらう鎮銭をすぐ。 必要な物資に変えて城へ持って行くし、隙を見つけると寄せての陣へ火をかけたり、夜中突然宿所へ切り込んだりした。ここに、お市城の不落の要素があったのだ。八家城六千余機の兵を集めた立林がわずか三日で会場したのに、お市がこれだけ目覚ましく戦いつつ、三十四日も守り通したのは、 将も兵も民も、良若男女が全部心を一つにして戦ったことによる。ことに、城の内外にある民たちの協力が最も大きくものを言った。女わらべと一口に言うけれども、これらが一度心の底から古い立ち、力を合わせて戦えば、これだけの見事な戦ができる。 石田軍三万の兵力は、つまりその力の前に手も足も出なかったのだ。その点だけでも、お市場の戦は多くの合戦機の中で得意のページを占める価値があるであろう。かくてついに、六月は終わった。六。眩しいような 七月の日光が矢様から差し込んでいた。お師匠本丸の矢倉に、マナ女は幸恵之助と、ただ二人、大座していた。数日前、小田原から夫、氏長の手紙が届いたのである。氏長は、殿下の友である、山城守、山長永永田氏の取りなしで、秀吉と和を結び、その軍門に下ったのである。 そして、おしおも、会場するようにと、言い送ってきたのだ。城の城兵には咎めなし、資材もそのまま退場しておく。また、領民たちは、戦前通り、井戸港、財物を安堵させる。会場の条件としては、例のない、寛大なものであった。表情の結果、なお、戦い抜こうというものが多かったけれど、マナ女は、 夫の言いつけに背く気はなかった。領民たちの色子財物が従前通り安堵されるということも揺るがせにはならない。するだけのことはした。下尾さなかみ氏長の,の妻として戦うだけは戦い抜いた。しかも合戦に敗れて解場するのではない。夫の言うところに妻として従うのだ。解場と決めます。 彼女はそう決めた。そしてすぐ、城兵の武備を解かせた。まことに、この旅の五色ぶりは、老人などの思いも及ばぬ、見事さでございました。雪恵之助は、十回するように言った。少年どもに証拠を打たせ、旗差し物を打ちふらせて、軍勢ありと見せ、巣は敵の寄せたりといえば、即座に三百の兵をその口へ向け、 いずこをせめても揺るがぬ災い。あれには敵も呆れたでござりましょう。城が狭いおかげでした。マなジは静かに言った。そして少ない兵たちの足並みが揃っていたからです。足並みが揃ったといえば、領民たちはよく働いてくれました。我々はこの上もない教訓を受けました。農夫も和久度も女も子供も,も。 いざと心を決めれば、これだけの働きができる。戦いは、城の備えでもなく、武器でもなく、精鋭の兵だけではない。領内のすべてのものが、一つになって、立ち上がる、心にあるのだと。そして、その心を一つにまとめたものは、雪江の助は、懐から、返しに包んだものを取り出していった。この、 一本の郊外でござりました。家臣の女どもの中に身を忍ばせて、その老婦を共に遊ばしたお方様の一筋のお心が元でござりました。それはもう言わぬはずではないか。申しません。私の口からは申しません。けれど、あれ以来、たれ言うとなく、あの時の堀を郊外堀と呼んでいるの ご存知でござりますか公害堀、それは。マじょは、かぶりを振りながら言った。それはあの堀を、女だけの手で、掘ったゆえ申すのであろう。白堀には珍しい、優しい名がつきましたこと。あの者たちの、この上もない、記念になることでしょう。そう言いながら、マナ女が、将棋から立ち上がったとき、 本丸前の広場から、にわかに、人のどよめきの声が聞こえてきた。雪江之助が立っていった。すると、城を立ちのいていく民たちであろう。良若男女の、おびたらしい人数が、この矢倉を見上げ、しきりに、何か叫んでいるのだった。雪江之助は、戻ってきていった。小方様、領民たちが今、 退場すするところでざります最後に、お方様のお姿を拝みたい様子で、あのように、矢倉前へ集まって騒いでおります。お場島まで出て、おやり遊ばせ。そのような、晴れがましいことは嫌だけれど。そう言いながら、しかし思い返して、マラジは、貝姫を呼ばせ、二人で静かに、矢倉のお場島へと出てい おそらくは、これが上司として、領民たちを見る、最後でやろうと思いながら。2> 第2話、忍びの1。はたはたと、迷ってきた小さな蚊が、しばらく、食材の周りで、飛び迷っていたと思うと、 目に見えぬ手ではたかれでもしたように、ふいとかいにたたえた墨の上へ落ち、白い粉を散らしながら、無残にくるくると身もだえをした。マツコは筆を止めてそれを見た。ふだんは部屋に一ついても身震いのするほど嫌いな虫だったけれど、その時はどうしてか痛ましく哀れに思え、ずっと書きほごの紙を取って、 静かに墨汁の中からすくい上げてやった。半ばは無意識でしたことだったが、さて、その墨にまみれた顔をどうしたらよいかとあたりを見まわしたとき、ふと自分の心を顧みてドキッとした。あらぬものに頼った。自分で自分の心にそれを感じたのである。いけない。気持ちが峰になっている。 常のままの自分ではない。そう思い、己の気を引き締めるように、我を乗せている紙をそのまま柔らかく丸めて保護箱へ捨てた。ここは、孔助の国、沼田城の奥殿である。城の主、泉の神真田信之は、徳川家康の上杉政党軍に従うため、兵馬を揃えて、 数日前に出陣していった。城には、妻の松子が、六歳になる千千代と三歳になる隼人の二人の子を守って留守をしていた。松子は、本田平八郎忠勝の娘で、右大臣家康の養女分として、信行に課してきた。宇治から行っても、育ちから行っても、武将の妻として、留守次郎を預かる覚悟に、 今さら遅れのあるはずはない。ことに彼女は、男まさりの生まれつきで、子立ち、薙た、馬術などで鍛えた、健康な思想を持っていた。たとえ夫がいなくとも、守兵が百期に足らぬ数でも、幼い二人の子を抱えていても、万一の時の心備えは決まっている。そこに、微人の揺るぎもないことは、 自分によくわかっていた。そう信じていたのに、やはり心のどこかには未練なものが潜んでいたのだ。彼女は、書いていた海の上にじっと目を注ぎながら自分を顧みた。今、画をすくい上げたとき、ただ哀れだと思うだけでなく、夫の無事、我が子の息災を、 託す気持ちがあった。常には身の震えるほど嫌いな虫の命に我知らず己の幸運を頼む心が動いたのだ。このように小さな取るにも足らぬことの中にこそ覚悟の程が現れる。こんなことではいけない。もっともっと気を引き締めなければダメだ。マツコは自分を無打つような気持ちで 目をつむり、唇を噛みしめながら、じっと息を潜めていたが、なかなか胸が静まろうとしなかった。それで、そっと机の前を立ち、子供たちの心情を見に行った。センチオもハヤトも、ウバたちに沿ってよく眠っていた。有明のほかげに、二人の子の寝顔を見守っていると、やがて、暖かな、 落ち着いた気持ちが湧いてき、それが自然と夫の上につながるのだった。留守の心得をお聞かせくださいまし。出陣の前にそう尋ねたら、信行はいつもの穏やかな小ねで、忍びの王を切った心でいいよ、と言った。兜の忍びの王を切るとは、討ち死にと決めた時のことである。 普段、意味の激しい言葉を嫌う夫にしては、珍しく強い響きを持っていた。しかも、平常と変わらない穏やかな声。温かい静かな目元だった。マツコは今、その時の夫の面影を忍びながら、そうだ、手紙を書いてしまわなければ、と思いつき、そっと立ち上がった。すると、 それを待ってでもいたように、お父様と、センチ用の呼びかける声がした。振り返ると、目を開いて、こちらを見ていた。どうしましたお目が覚めましたの今、おじい様が来たでしょはっきりした口調で、そう言った。おじいさまとは、どのおじいさまですおじい様ですよ。お串の白い、お背の小さい。 おじいさまですよ。センチオを抱きに来たとおっしゃったのに、お母様は。そう言いかけて、言葉が切れたと思うと、センチオの目はそのまま閉じ、すぐに安らかな礼儀を立て始めた。マツコは、どういうわけか、ぞっと背筋が寒くなった。今しがた、自分が髪にくるんで捨てたがのことを思い出したのである。けれど、それはほんの一瞬のことで。 すぐに彼女はきつく神戸を振った。センチアはねもけたのだ。そして、静かにそこを立ち去った。2、今へ戻ったマツコは、次の場に控えている次女たちに、もう寝るようにと言い、再び机に向かって文を書き続けた。それは、夫へ送る。 わびの手紙だった。出陣の前夜だったが、彼女は夫に向かって、こういう意味のことを言った。女の身で、かようなことを申し上げるのは、戦場ではございますけれど、お父上、阿波の神様のご神体はいかがでありましょうか。世のありさまを思い合わせますと、親子兄弟の中とて、なかなか心を許せぬように存ぜられますが。 けれど、信行は何も言わなかった。不快そうな顔もしなかったし、もっともだという表情も見えなかった。まるで、何も聞かなかった人のように、黙って、食台のあたりを見守っていた。今度の出陣には、信濃の国、上田城から、真田正幸と、その子、雪村が加わることになっていた。阿波の神正行は、 信ぶにとって父、ゆ村は弟にあたる。親子兄弟は身のわれ一緒になり、徳川軍の機会参加するはずだった。松子は実家にいる頃、真田氏のことはしばしば耳にしていた。阿波の神正幸は軍師としては、当代並ぶ者なしという表を持っていたが、その構造には、かんばしからぬ多くの過去がある。 彼ははじめ、甲斐の武田晴信信玄に仕えていたが、武田家の行く末を見切って、織田信長にこうし、やがて、上杉景勝の幕下へ着いた。ついで、北条氏直に進化の礼を取り、転じて徳川氏の俗となった。しかし、間もなく、沼田城の巨州について、上杉景勝に、次男雪村を七として秘語を頼み、 徳川氏に矛を構えた。かくて、豊臣秀吉が天下を平定するや、白辺の案内をこうて恩子を頼み、上杉氏に七として送った雪村を取り返した。北条氏滅びて、徳川家康が関東を領することになり、沼田城もその管下に入ったとき、正行は改めて、長男信行を七としたので、 家康は、これに、沼都城の本領を安堵させたのである。戦国の世のことゆえ、後輩の常なるぬは、さして、とがむべきではないにしても、一世の軍師と謳われる人にしては、あまりに節操のない経歴である。関白秀吉が講じて、今また世間は、なんとなく、風雲をはらんできた。にわかに、その存在の大きさを、 はっきりさせ始めた徳川氏と、対抗の維持、秀頼を要する勢力とが、目に見えぬ怒涛となって愛せめいでいる。いつどこから火を発するかもしれない。ことに、今度の上杉征伐の戦は、徳川氏がその全勢力を挙げて統制している。関西の守りはガラ空きなのだ。秀頼を要する人々が、 ことを起こすには、うってつけの機会である。これを思い、彼を思うとき、松子には、阿波神正行が、どこまで徳川氏についてくるか案じられた。いざという場合には、また、敵に回るのではないか。そういう不安が、夫への苦言となって現れたのである。信行は、ついに、何も言わずに出ていった。 そして松子はその後で自分の言葉を悔いた。たとえ父正幸がどうあろうと夫の徳川家に対する思想に変わりのあるはずはない。それは妻である自分が誰よりもよく理解している。理解していながら念を押したのは浅はかな疑いになるし、疑いと言わなければ逆しらだてである。松子は そう気づくとともに、あの時黙って何も言わなかった夫の心が、いかにも頼もしく、ゆかしく思い返され、すぐに詫びの手紙を書く気持ちになったのである。思うことをまさしく伝えようとするには、文字ほど頼みにならぬものはない。書いては消し、綴っては破りして、ようやく文を結んだのは、短い夏の夜が、 もう、しらじらと、明けそめるころだった。はあ、もう夜が明けるのか。ほんのりと、明るみ出した障子の色に気づいて、そうつぶやいた彼女は、手紙の封をすると、静かに立って、庭へ出て行った。城下の町は、まだ暗く、利根川の流れも、濃い朝もやの下に眠っていたが、 赤木山の峰はすでに明かりに染まり、高い空のどこかで鳥のさえずりが聞こえていた。この城は山地に続いているので、夏の朝の爽やかな風には、木々の葉の甘い匂いと爽やかな花の香りがほのかに染み込んでいる。松子は塞がれていた胸が開けるような気持ちで、奥庭から 外車の方へ歩いて行った。すると、城の正門を見下ろす大地へかかったとき、大手の広場を城門の方へとシックしてくる二木の武者があるのを見出した。こんな地獄に何事であろう。そう思ってよく見た。二木とも、この城のものでないことは確かである。朝霧の中を一度城壁の影へ入い、 それからまさしく、縄文へかかる様子だった。夫からの、急死ではあるまいか。松子はそう思い、すぐに館へ戻った。水を使い、髪をくし削り、着替えをしているところへ、同職の斎藤業部の思考を知らせてきた。出て会うと、果たして、二期の死者のことだったが、しかし、夫からではなかった。 の神様お立ち寄りとの前触れにござりますあ庵様が松子は聞き違いではないかと思った三、確かにそう言いございません左衛門の佐様ご同伴にいて昨夜は渋川にお泊まりなされ今朝こちらへご発行との工場にござりました 死者のものは、いかがしました工場を申し述べますと、すぐ引き返して去りましたが。行部を下がらせ、館へ戻った松子の胸は、疑惑のために塞がれていた。阿波の神正之は、夫と美濃はで会い、共に江戸へ、馳せ参じたはずである。それが今頃、沼田へ来るというのは、どうしたわけか。何があったのか、夫もご一緒なのか。 死者の工場だけでは何もわからない。一夜眠らずに明かした後だったが、もう新庄へ入る気持ちも起こらず、松子は次の知らせを待ちかねていた。二番目の死者が来たのは八つ午後二時過ぎだった。これは一行の先駆けで、運の十路兵という佐野では名のある侍だった。松子は 城の大玄関まで出て彼に会った。青の神が黒穂まで来ているからという工場で出迎えを促すような口ぶりでさえあった。阿波様には江戸へお下りのことと存じていましたに、今沼田へおいで遊ばすとはいかなる司祭か、それを受けたまわりたいと思います。工場を聞いた後で松子はそう反問した。 十路兵はすぐには返答ができなかった。重ねて問われると、そのことについては別に何も受けたまわっていないと言った。松子は死者の顔をじっと見守っていたが、伊豆の神もご同列ですかと尋ねた。ええ、伊豆の神様には江戸へお下りにございました。では、沼田へお立ち寄りなさるのは、阿波様。 サイモンの助様お二方ですかさようにございます。そう聞いたとき、マツコの心は決まった。それでは、阿波様へは、かようにお答え申す他はありません。沼田へのお立ち寄りは、ご無用に願います。城でのご接待は、愛なりませんと。恐れながらそれを、いかなるお示ししにございますか主催は、申すに及ばぬことです。すぐ立ち戻って、 あわさまへ、さようを伝えますよ。言い終わるとすぐ、まだ何やら問いたげな十路兵に構わず、松子はさっさと奥へ入ってしまった。正行親子が沼田へ来る理由はまだわからない。しかし、夫が江戸へ行ったのに、二人だけこちらへ来るというのは不審である。何か起こったに違いない。よしまた、何事がなくとも、 今は戦時である。夫のルスに客を迎えるのはたしなみではない。断るのがルスの役目として当然だと信じた。七つ。午後四時前、再び、運の十路兵衛が馬を飛ばしてきた。彼は汗まみれになっていた。重ねて申し上げます。青の神様には上田へご儀仗と決まり、途中わざわざ道を回って、 留守をお問い申すとの工場にございます。別してご接待には及び申さず、ただ一夜のお泊りをお頼み申すとのことにございます。最善、お答え申した通り。松子は冷ややかに言った。当場へのお立ち寄りはご無用です。固くお断り申します。それにしても、あわさま親子には何故江戸へお下り遊ばしませんのかどうして信濃へ、 お帰り遊ばしますのか言いながら彼女は鋭く死者の目を見つめた。十路兵のアスまみれの顔がちょっと青くなったように思えた。彼は松子の不審には答えないで、正行の頼みを押し返して述べた。松子はきっぱりと拒んだ。今、大戦が起こっている折から、成り人に限らず、留守城へお入れ申すことは相なりません。 立ってお望みなれば、銃貨を持ってお迎え申すばかり。かようにお伝えなさい。そう言うとともに、松子は斎藤行部を呼び、兵に武装をさせて、矢倉、木戸、門の警備につくよう申しつけた。取りつく島もなく、銃路兵は馬を返し去ったが、城門を出る時には、早くも銃を取った兵たちが城壁の上に現れるのを認めた。 奥へ入った松子は、上兵の守りを厳しく申し付け、自分も白をつけ、着せ長を着た。行部には、すべてが謎のようだった。恐れながら、阿波様お使者へのご挨拶、また上兵に、千尾をお申し付け遊ばすおばし飯のほど、いかなるご支援にござりましょうや。お申し聞け、願いと存じます。こうするのが、留守を預かる者の役目です。私の申し付ける通りに。 してもらいます。四。どう尋ねても、それ以上は言わなかった。そして、すっかり城固め、と言っても、百鬼足らずの兵だった。が、できた頃、正行親子が沼田の城下外へ到着し、別の使者が正行の手紙を持って城へ来た。そこもと留守の御用心、剣吾の趣向き。 あっぱれに存じそろう。手紙にはそう書いてあった。されど我は信行の父、雪村は弟なり、周東、嫁、兄嫁、義弟とつながる愛だからに、かほどの用心はいかにやと存ぜられそろう。我ら沼田に立ち寄る心は、身すでに追い口て、いつ発べしとも知れず。死なのに帰りては、再び、愛合う折も、追いつかなければ。 せめて一夜を嫁とも語り、孫どもを膝に抱きて、老いの慰みにせんとの願いのみにござそろ。この他に、いささかの種んなくそうらえば、曲げて一夜の宿を頼み入りそろ。松子の心は、よろよろとなった。手紙の文字に偽りはないであろう。ただ嫁に会い、孫を抱きたいという言葉の中には、少しの装いもない切実な、 老人の心がこもっている。人の嫁として、子たちの母として、この言葉をしも拒む力があるであろうか。お合わせ申したい。ツコは胸いっぱいうめくようにそう思った。その時、広縁を踏み鳴らして、センチオとハヤトが入ってきた。センチオはびっくりしたような目を見張り、小さな胸をワクワクさせていた。 五重が幼い喜びにあふれていた。二様、上田のおじい様がおいでなさるのですか静かになさい。マツコはうろたえて叱った。ここはあなたたちのおいでになるところではありません。乳母はどうしました乳母は女だから御殿へは来られないんです。ねえ、お父様、本当に上田のおじい様はおいでなさるのですか どうしてそんなことをおっしゃるんです誰かそのようなことを申しましたかどれも、どれも言いはしませんけれど。行部が話した。マツコにはすぐ察しがついた。そして、先祖の目が疑わしげに自分の顔を見守っている様に気づくと、ふと夜ンの真女であったことを思い出した。おじい様がいらした。った、先祖を。 滝に来たとおっしゃって。幼い彼はそう言った。その時彼女は自分が取り捨てた画を連想し、い,いえ、ただ寝ぼけたのに違いないと打ち消してしまったのだけれど。今思い返すと、正行の来訪と不思議に符合する。彼の言ったおじいさまとは、泡の神ではなかったろうか。孫を思う正行の心が、戦地用の夢に、 通ったのではないだろうか。センチオ、あなたは昨夜、何か夢をご覧になりましたか夢ですか夢。センチオは、ちょっと首をかしげたが、夢などは見ないと答えた。見たとしても、そしてその夢が正行であったとしても、二歳の時、一度会ったきりの彼には、それが、上田城の祖父だと、 わかるはずはない。はあ、お合わせもしたい。けれど、本当に合わせてもよいだろうか。んちをさらせてから、マツコはもう一度、自分の立場をよく考え直してみた。しなのへ帰っては、再び会うこともおぼつかない。手紙には、そう書いてある。マサユキはまだごさ歳で、おい口たというしではない。また、 シナノの国は遠いけれど、再会をおぼつかながるほどではないはずだ。それにもかかわらず、マサユキが押して会おうとするのは、何かそうせずにいられない理由があるのではないか。シナノへ帰ると、もう二度と会えなくなるような理由が。マツコの心はその一点へ来て止まった。崩れかかっていた気持ちが、にわかに立ち直った。 忍びの王を切った心でいいよ。そういった夫の言葉が、はっきり頭によみがえってきた。そうだ。情に溺れる時ではない。祖父と孫、衆徒と嫁のつながりも大切であるが、今は戦いの時である。もし、阿波の神親子を迎えて、そのまま城を奪われたらどうするか。戦地を、隼人もしも人質として取られたらどうするか。 世間に試しのないことではない。ことに、泡の髪の腰方には、信頼を許さぬ多くの事実がある。拒むべきだ。それが、留守を預かる者の務めだ。松子は、ついにそう思い切った。まさしく、忍びの王を切った気持ちで、彼女は、正行へ、編書をしたためた。そして、行部にそれを持たせてやると、 静かに目をつむり、心で合唱しながらわびた。孫たちは、お会い申したがっております。私も、一夜おとぎをつかまつりとうございます。けれども、それがかないません。どうぞ、お許しくださいまし。五、白えはお迎え申しかねる。 城下へ宿所を設けるから、そこで一夜だけ過ごし、妙長、早く立ち去ってもらいたい。過ちの起こらぬよう、接待はわざと女どもに命じた。そういう意味の手紙を読み終わった正之は、我が子の手へ渡した。さすがに、本田忠勝の娘でございますな。雪村は、手紙を巻きながら、苦笑を漏らした。西に事の起こったのを、 知っているのでございましょうか。そうかもしれぬ。しかし、そうでないかもしれぬ。正行は、己の手を見つめながら、ため息をつくように言った。いずれにしても、女には珍しい、健康な心がけだ。信之はまっすぐに、親前へ立って参ったが、なるほど。この妻があればこそ、安心して行けたのであろう。そう言いながら、正行は、 二日前のことを思い返した。三輪であった親子兄弟が、いざ出発という前夜になって、事務所有三成からの密誌が到着した。すなわち、秀頼公を擁立して、挙兵するから味方を頼むというのである。正佐は、その密誌を二人の子に示して意見を求めた。信幸はいつもの穏やかな態度で、 自分は徳川家に、父となってこの方、家康から特に愛好を受け、沼田の本領も安堵されたし、本田忠勝の娘を内大臣の幼女として見合わされている。侍としてこの義理を忘れることはできない。自分はどこまでも徳川氏と運を共にする。そういう意味をはっきりと述べた。その静かな淡々とした口ぶりの中に、 正行は彼の動かしがたい決意を見た。では、雪村と俺は上田へ帰る。ここで別れよう。正行はそう言って話を打ち切った。こう太鼓に恩義を感じている彼は、石田三成の挙兵に味方をするのが自分と雪村との道だと信じた。すなわち、その時親子は、 敵、味方となって、別れてきたのだ。孫どもに、会って行きたかったが、しばらくして、正之は、ぽつんと言った。それはいかにも老人らしく、寂しげな、むしろ、どこやら気抜けのした、小姉でさえあった。行部の案内で、城下町に、宿所が決まった。彼らを迎えたのは、すべて、 城中の女性たちだった。彼女たちは箔をつけ、棒を持って辻を警護し、また海外しく行き届いた接待で宿所の世話をした。こういう場合にもし男たちを接待に出したとしたらどうだったろう。そう思うと、松子の考えの細かさと、その心の用意の確かさに、正幸はさらに 簡単な思いを深くするばかりだった。けれども、到着した兵たちは落ち着かなかった。女ではあるが、白をつけ、棒を持った姿は物々しいし、城壁には、かがり火が赤々と燃えている。まるで、敵地へ入ったようではないか。油断をすると、夜明けを食うかもしれないぞ。そんな囁きが、兵たちの間に交わされた。 そして彼らは、その一夜を、ついに野人のまま、ほとんど眠らずに明かしたのであった。正幸親子は、その明る朝早く、宿所を出発した。霧の深い朝だった。沼田の町は、大地になっている。急な坂にかかって、いよいよ、城下を離れようとしたとき、正幸は、 馬を止めて振り返った。もう、これが見納めかもしれぬ。そう思った。城のやぐらの一つが、霧の中に幻のように浮かんでいた。水はけで、さっとなでたように、車構えは、おぼろに霞んで見えないが、そのやぐらだけが筋をなして、流れる霧を抜いて、腰から上を見せていおう。 あの矢倉の下に孫どもがいる。船長が、が、やとさゆきは、ふっと、目が熱くなるように思い。だが、あの嫁がある限り、孫たちの行く末は安心だと思った。ちょうどその時、城の矢倉の上では、松子が二人の子と一緒にこちらを見ていた。ゆきたちが出立したと聞いて、 センチオとハヤトを連れて、ここへ登ってきたのである。彼女は、矢様の上、二人を乗せ、霧に閉ざされた城下町の方を指さしながら。ご覧なさい、センチオ。ハヤトもよくご覧なさい。と言った。今、あの霧の中を、あなた方のおじい様が、お国へ、お帰りになっていらっしゃるところですよ。おじい様って、 上田のおじいさまですかセンチオは、探しげな目をあげて、びっくりしたように母を見た。マツコは、その眼差しを、受けきれなかった。そうです。上田城の、おじいさまです。でも、やっぱりいらっしゃったのですね。おじいさまがいらっしゃったのは、本当だったのですね。いかにも、不服そうな調子だったが、それはむしろ、祖父に対するもののようだった。 でも、それならどうして、どうしてセンチオに会いにいらっしゃらなかったのですかおじいさまはもうセンチオがお嫌いになってしまったんでしょうかまたすぐに。マツコは切なさに溜まりかね、そっと二人の肩を抱きしめながら言った。すぐにまたいらっしゃるのです。今度はお急ぎのご用が終わりだったのですから。この次においで遊ばすときはお二人にきっと 良いお土産を持ってきてくださいますよ。そうあってほしい。どうぞこの次に、すべてが無事に収まって、もう一度、孫たちをお合わせ申したい。ツコは、突き上げてくる涙を隠しながら言った。さあ、ほじぎをなさい。おじい様がご無事で、上田へ、お帰り遊ばすように。だが、これで勤めが終わったのではない。 夫が帰るまでには、もっと苦しい、悲しいことがあるであろう。これはその、はじめのわずかな一コマに過ぎないのだ。マツコは、己の心を引き締めるようにそう思い、静かに涙を押し拭いつつ、額を上げた。吹き、数日して、 石田三成挙兵の方があったとき、夫人はすぐさま、城下の婦女子を城中へ呼び入れ、いかなる変があろうとも騒いではならぬ。自分も伊豆の神の妻として、この城を守り抜くから、皆も心を一つにして、あくまで武士の妻子たる道を誤らぬよう、と、悟した。これには一つには、家臣たちの騒動と、離反に備えるためだったのである。 かくしてじょしは、そのままゅ中に留めおいて、留守路安全のよしを、夫のもとへ言い送った。信きはこれを、宇都宮で受け取った。そして瞬、とう十日間の後には、秀忠の軍に従って弟、弟、雪村らの守る伊勢崎、上田城の取り手の一つ、おせめて、これを下しているのである。これを思うと、 信行夫人の取った態度は、まさしく、災いを未然に防いだものと言えよう。第3話、あこぎの裏。1、慶長5年、1600年、7月中旬のある朝、伊勢の国、 あのつじのばばで、上州、富田たしの神友信の妻、なみこが、三人の次女を相手に馬を攻めていると、取り次ぎの老女が来て、大阪から使者であると告げた。竜道様より、留守お見舞いとのご工場にござります。父上から、それはおめしいこと。なみこの父は、 浮田安神流道忠家と言って、備前中納言ひれ家に仕える五万石の耐震だった。奈美子はその長女に生まれ、七年前に富田信濃の神に課してきた。今では六歳になる信孝、三歳のクランドという二人の子がある。父からの恩信は随分久方ぶりのことなので、奈美子はすぐに馬場を上がり、 死度を直して対面しようとした。しかし、死度を直しているうちに、ふと何事か思いついた様子で。死者には息があってくれるよ、うそう申しておいで。と言った。道女は不審そうに、その胸を取り継ぎに行ったが、まもなく陰物を持って戻った。竜道様よりのご陰物にございます。 息が合いましたか。はいご城代がご会釈をつかまつりましたところ流道様より別子手のご工場がございますそうでお方様おじきに曲げてお目通り寝川衆ゅうと押しての取り次ぎにございます直にあって何か特別な伝言があるという何だろう奈美子はちょっと心誘われるふうだったがすぐ自分で打ち消した 今、東条では、あるじ信濃の神が留守ゆえ、実家からの使者と自家の対面はかないません。工場があれば、息に伝えようと申すがよい。道場は納得のいかぬ様子で立っていった。奈美子はその後で、次女に陰物を開かせてみた。それは、見事な香り高い海苔だった。思わず、まあ、珍しいと言いながら、奈美子は、 包みを引き寄せ、その香ばしい香りの中に、遠いふるさとの匂いをつくづくと味わった。富士との海苔といって、備前の国では名産の一つに数えられている。美子の幼い頃からの好物だった。父はよくそれを知っていて、食べ物の好き好みは、行儀が悪いぞとたしなめながら。よく 季はずれなどにも取り出して、喜ばせてくれたものだった。実家からついてきている次女はそれを知っているので、何よりのご好物とを示してのお心づくしでございますね、と、奈美子の気を誘うように言った。その口裏には、どうして死者に合わないのかという意味が含まれていたが、奈美子は聞き流して、なぎなたの稽古をするために立った。 死者には会いたかった。会って、父の様子も問い、こちらの孫たちのことも伝えたかった。けれども、夫の品野守友信は、今、徳川軍に従って、会津政当のため、出陣していた。太平の世なら格別だが、出陣の留守を預かっている妻として、実家の者と親しく会うのは足しなみでない。そう思い当たったので、 よく対面を拒んをだのである。しかし後で思考した息の言葉によると死者は何か困惑した様子でしばらく座を立たなかったということだったそれから3日目の朝奈美子はいつものとおり馬場で馬を攻めていた乗馬となぎなたの稽古は欠かさぬ日課である 爽やかによく晴れた朝で、成果の過ぎたことを思わせる、すがすがしい風が吹いていた。馬場を一回り攻めてふと目をやると、少し波立っている碧痕色の海が見えた。その冷たそうな濃い色を見ると、にわかに心をそそられ、久しぶりで出てみようかね、と、みこは、 次女に振り返った。息にそう申しておいであこぎ塚のあたりまで乗ってくるから、とを二人ほど申しつけるように。まもなく、次女三人と侍二人を連れ、みんな牙で城を出かけていった。夫が留守になってから、初めての外出だった。岩田川の土手に沿って下ると、すぐ浜の松原になる。 海は名高いあこぎの裏で、風はむせるほども潮の香りに匂っていた。川口の浅い背を渡り、さらにまた松林の中へ入ると、そこに一気の苔むした塚がある。この浜は伊勢神宮に備えるミニエの地で、漁業禁断が厳しかった。昔、平時というものがその金を犯して捕らえられ、 裏の波底へ沈められたという公費があり、塚はその平時の暴君を弔うために建てたものだと伝えられていた。あこぎ塚で一息入れて宮崎へ渡り戻し、城へ帰ろうと馬車を巡らした時だった。はるかに友を引き離して先頭に馬を飼っていたなみ子が、 松原の中へ入るとたん、待ち伏せていたと見える二人の騎馬武者が、いきなり左と右から奈美子の馬を挟んで、さっと脇道へ乗り外していった。二。とっさのことでどうしようもなかった。 松林の中を二三丁余り、曲がり曲がり、勝ってきたと思うと、二人の武者は馬を止め、そこへ飛び降りて土下座をした。湯立て玄五郎、野村五六目にございます。彼らは平服しながらそう言った。入道様のおばししを、いかにもして、お伝え申したく、無礼とは存じながら、かようにつかまつりました。ひらに、ひらにご容赦を願います。 二人は父の家来で、奈美子も顔を見知っているものだった。奈美子は怒りのため震えていたが、それほどにして、直に会わなければならぬ理由も知りたかった。そして、玄五郎から驚くべきことを聞いた。すなわち、大阪において、石田三成が挙兵したこと、毛利、島津、鍋島、小早川、小西、長祖壁、吉川などという、 西国の大名はすべてその帰下に集まったし、入道忠家の御主君、備前中納言比例家も同様である。また、合図政党軍の中からも、派生んずる者が多いに違いない。天下はまさに徳川軍と石田軍と二つに分かれての対戦に当面しているのだ。それにつきまして、権六が引き取っていった。 信濃神様のお考えはどうありましょうか竜道様おぼしめしは、お方様ご縁をもって、事務所有どの御人へ、お味方なさるは必要なれど、さもなくて、万一敵となる場合にはいかが、お方様はじめ、お二方の枠様を、当たら陛下におるしめ申すは、ご不憫に耐えず、両名にて、大阪へお迎え申せとの仰せつけにございます。 城下外までお越しと友の用意をして参りました。入道様ご心配をおぼしめされ、和子様お召し連れの上、少しも早く大阪へお運びくださるようお願い申し上げます。そういう二人の顔には必死の色があった。奈美子には父の気持ちがよくわかった。自分の子たちを案じてくれる父の愛情は、 この上もなくありがたい。けれども、その愛情は、ナミコに受けられるものだろうか。むしろ、城と一緒に死ねと言ってくれるのが、本当ではあるまいか。よくわかりました。けれどナミは、おぼしめしに従うことはできません。ナミコはきっぱりと言った。大阪へ戻って、父上に、申し上げておくれ。ナミは、 信濃神友信の妻でございますと、その他に申し上げることはありません。そして手綱をさばくと、二人が引き止める隙もなく、鞭をあげて、馬主を返した。友の者たちは、城門まで行って、探しに戻ろうとしているところだった。奈美子は馬を次女に預け、館へ入るとすぐに、城代の大器を呼んだ。 死祭を聞いた息の驚きも大きかった。すぐに信濃の神へ使者を出そうと言ったが、道を石田軍に塞がれているし、おそらく徳川軍へも中心が行ったに違いないので、城の守りを厳しくしてしばらく様子を見ることに決めた。五日ほどして再び湯立玄五郎が使者に来た。今度は奈美子は、 息とともにあった岡田様のお覚悟最もの通りと入道様のお言葉にございました源五郎はまずそう言ってから「されば大阪へのお迎えはならぬとして事務所有の御陣へお味方の正門をお差し出し下さるようあの都城安全のためこの儀は御正院遊ばされよ」とのご向上にございます。 無理なことを仰せられる。ナミコは承知しなかった。上主が留守であるのに、どうして正門がかけよう、お見方をするもせぬも、信濃の神のお心次第、妻としては、夫に従う他に道はありません。正門は出せぬと申し上げるがよい。お言葉ではございますが、大阪にては、すでに諸公のご歳子を、父として、上中へお迎え申しております。 もしも、ご正門がございませんければ、流道様のお力を持っても、岡田様はじめ、和子様方のご安全は、保しがたき場合にございます。たとえ和子たちと、我が身が危うくあろうと、夫を差し越えて正門を書くことなどはできません。固く断ります。はっきりと言って、奈美子は口を閉じた。 死者はなおご支案を願うと言い,い、宿所で両三日待つと申し述べて下がった。息は夫人の気丈さに心打たれながらもあまりにきっぱりしすぎたことが不安になり、一応正門を差し出すが良くはないかと勧めた。それでないとすぐにも軍勢を向けられるかもしれません。そうなると残っている上兵は五十機余りで、 人戦いするほどの力もございませんから。良いではないか。留守次郎を預かるほどで、その覚悟のないものはうるまい、信孝とクランドは私が引き受けます。優れて美しく生まれついたナミコの顔が、その時ほど気高く見えたことはなかった。息はむしろ逆に励まされ、ようやく心を決めたように退出し、その胸を、 玄五郎の宿所へと申し伝えたそしていかにも心残りらしく玄五郎が大阪へ去ると数日して予想したよりも意外に早く境を接した鳥羽に戦火が起こった三の国鳥羽城には久喜義隆がいた それと岩手城の稲葉道島との間に戦が始まったのだ。久喜は西軍につき、稲葉は東軍に属しての海戦である。美子はその余波が、あの津に及ぶのを避け、城下の口々を固く閉ざして、領民の景挙を戒めた。戦乱はその形をはっきりさせ始めた。伊勢の国でも、桑名の氏家、神戸の滝川、 亀山の岡本氏など、皆、西軍に加わったことが分かった。自ブ・所有の本軍はすでに投降して、伏見城を陥れ、上将、鳥居元忠、松平家忠らが討ち死にしたというし、また、西軍の西兵の一部が伊勢侵攻し始めたという知らせも入った。そういう知らせを聞くたびに、美奈子は一人、息苦しい思いをしていた。 戦火の迫るのが恐ろしいのではない。自分のすることが果たして間違ってはいないだろうか。そういう義務が心を締め付けるのだ。夫は西軍につくかもしれぬ。もしそうだとすれば、この城や子供たちを危険にさらすことは無駄だ。けれど、東軍について戦うとすれば、どこまでも現在のまま押し通さなければならない。 二つのうち、どちらか一つ。果たして、どちらの道を行ったら、過ちがないのか。じりじりと寄せてくる危機を前に、皆子の心は、息苦しく、その一点を巨来していた。そしてつい、耐えかねるあまり。どうぞ、早くお帰り遊ばして。と、遠い夫に、祈りかけたこともあった。中秋八月となってすぐ、 毛利秀元と吉川・ヒロらが三万余の軍勢を引っ下げて伊勢の国へ侵入してきた。そして五日の朝、あの津城へ軍師をよこして後輩の決定を求めた。当城のある日、信濃の神が留守のため、お味方を申すか否かはお答えができません。奈子は一気にそう返答させた。死者は兼ねて、 気していたものと見え、それでは、信濃の神殿ご騎乗まで、お方様並びに和子お二方をお預かり申す。すぐ、お支度を遊ばすように。それは、人質の意味なのですね。美奈子が思わず、自ら反問した。仰せの通りです。ならば、はっきりと断ります。決意を漂白するように、美しい眉を上げて、 皆子は言った。我が身は、信濃守の,の妻。和子たちは、夫の子です。信濃守とも信の他には、誰人にも、我が身の指図は受けません。立って人質を取るなれば、弓矢にかけて、お取りなさるがよい。これが、あの都城の返事です。五機にも劣舌として、微人も揺るがぬ者が脈打っていた。死者は、 かなり肝を消された様子で早々に帰って行った。まさに、美奈子の心は決まったのだ。道は一つしかないのである。問題は夫が東軍へ着くか、西軍へ着くかにあるのではなく、自分が妻として、夫の留守を守り通すか否かにあるのだ。人質となって、夫の心を縛るくらいなら、城を焼き、親子が屍となっても、 留守を守り抜くのが武将の妻としての道だ。奈子はそう悟るとともに数日来の息苦しさが抜け、初めてしっかりと地に足を踏みしめた気持ちになった。城兵は五十機余りだったがすぐに海戦の用意を命じた。敵軍は間近に迫っている。いつ攻めかかるかもわからない。皆子は侍女たちを促して、 奥の始末もした。敵の手に渡して悪いものは焼き、宝物や重機の類は火のかからぬ場所へ移した。将兵や蓮も外した。かかさま、合戦があるのですか六歳になる信孝は、きれいにちょうどの片付いた館の中を飛び回りながら、いかにも勇ましそうに胸を張っては叫んだ。合戦になれば、信孝は、 この城の大将ですね。父上がいらっしゃらないのだから、信孝が災配を取るのでしょう。へい、すごいぞ。そうです。あなたが大将ですよ。奈子は笑いながら言った。ですから、お支度を直しましょうね。母も父上のお着せ替えを拝借いたしますから。城兵の戦備が整うより早く、奈子は信孝に武装させ、 自分も、白濃の神着せ替えの甲冑をつけて、天守へ入った。いぐれ型になって、びたび湯ダテ玄五郎が城を訪れた。美奈子は会わなかった。玄五郎は、息を通して、牛道忠家の悲しみの深いことを伝え、人質を拒むなら、せめて正門を出すように。そうすれば、自分の力で、しばらくでも攻撃の時期を、 伸ばすように計らおう。二人の孫たちに悲しい目を見せるな。これが最後の頼みである。という意味を繰り返し述べた。二人の孫たちに悲しい目を見せるな。その一言はさすがに美奈子の胸を刺した。ここまで来ても娘と孫たちを思う切々たる愛情は利比を別として泣けるほどありがたい。美奈子は こみ上げてくる涙を抑えかねた。けれども、心はたじろがなかった。お,お示しは、片付けのを存じますが、すでに覚悟は決まっております。もはや、皆も孫たちも、亡き者と、お諦めくださるよう。ただ、父上のご息災を、お祈り申します。皆子は、そう伝えさせ、心の中で、そっと、父に、わびおい。 4夜になると、あたご、薬師の山々に、寄せ席のものと思えるかがり火が、ちらちらと見え始めた。天守には、信孝のほかに、三歳のクランドも、乳母に抱かれて映っていた。クランドは、酔いのうちに眠ってしまったが、信孝は、勇みたって、いつまでも、母のそばを離れなかった。敵は、夜がけを仕掛けてくるかもしれませんね。 かかさま。彼は肩を怒らせて、しきりに力んでいた。だから信孝は寝るわけにはいかないんです。大将がいなくては合戦ができませんからね。と。けれども、やがては疲れたと見え、四つ半、午後十一時すぎる頃には、母の膝にもたれかかったまま眠ってしまった。夜半すぎると、北の泉州口にもかがり火が広がった。 すでに城は半ば包囲された形である。港は根もやらず、物見の兵の中心を聞いていた。彼女の美しいビブには、刻々と迫ってくる大きな危機を、じっと身一つに支える激しい威力が現れていた。心は静かだった。敵と人合わせ存分に戦ったら、城に火をかけて、二人の子たちと死ねばよい。 他に何の心残りもないのである。ただ、恐れるのは、その時を謝らぬことだけであった。暁近く、いよいよ敵人が動き始めたと聞いて、美子は一人、天使の小場島へ出た。本丸の広場では、城兵たちが別れの逆をあげていると見え、しきりに活気のある叫び声が上がっている。その声を聞きながら、 港はふと海の方へ目を向けた。朝明けの光をたたえて、あこぎの裏はまだ静かに眠っていた。あの海のあなたに、はるか彼方のどこかにホットがいる。西軍挙兵のことはもうお聞きになったであろう。そして、どんなにか留守城のことを暗示手おいでに違いない。 そう思うと、夫の案じている顔が見えるようだった。美奈子は苦しいものから目をそらすように敵陣の方へ振り返った。そこでは攻撃の体制が整った様子で、すでに兵馬が前進を始めたものか、もうもうたる土ぼこりが南へ、南へと移動しつつあった。もう運命は決まった。美奈子はきっと神戸を上げた。 そこへ、息が昇ってきて、静かに敷退した。敵の総攻めと覚えます。息、お先を受けたまり、一てつかまつりまするが、必ず、お先導、お見届け申しに戻ります。それまでは、何とぞ、お謝まあ遊ばさぬよう。頼みます。皆子はそう答えただけだった。息の見上げる目を、ひたと受け、静かに微笑しながら、もう一度、 海へ振り返った海はようやく明けていたさすがに秋の冷え冷えとする風が潮の香りを乗せて吹き渡ってくる輝かしい朝の光を浴びた海の彼方には三河の国の山々が鮮やかに浮き上がって見えた美奈子の目はしかしながらその山々に止まっていなかった 国玉のように澄んだ僧帽が急に輝きを増したと思うと身を乗り出すようにして海の一点を見つめた。彼女の目は今海を渡ってくるおびたらしい船の群れを見つけたのだ。息を呼んでおいで。港はそう命じた。そして息が戻ってくるとその船の群れを差し示してみせた。晴れをごらん。 葉のように沖から船が渡ってくる。この戦に砂取りでもあるまい敵の船手であろうか九鬼の軍船が沖へ詰めると聞きましたがそれなれば船印を立てるはずでござります息もしばらくの間じっと目を凝らして見合っていたがあの数では無論さり船ではなしそう言いかけて彼は不意にあっと声を上げた お方様、ま、もしや、もしや、あの船は、あの船は。いいえ、お待ち。まだ、そう決めてはいけません。しかし、お方様、ま。息は、息を弾ませていい。すぐにそのまま天守を降りて、浜へ物見の兵を出した。船は、ぐんぐん近づいてくる。なぎの海を渡って、まっすぐに、あこぎの裏へと近づいてくる。港は食いつくように、 そのおびただしい船の群れを見守った。その時、敵陣にも意外なことが起こった。敵は薬師口と千秋寺口へ攻め込む様子だったが、どうしたわけかにわかに動揺し始め、不思議にも潮の引くように撤退しだしたのである。どうしたのであろうか。美子がそれと気づいた時、息が息せき切ってはせのぼってきた。 お方様、とのご機上にございます。ああ、やっぱりと思うと、奈子はずんと全身がしびれのように感じた。そして、息の目からポロポロと涙がこぼれ落ちるのを、放心したように見守っていた。 五大玄関へ出迎えた妻と子たちを見て、信濃の神も信は日焼けのした黒い顔に明るく微笑を浮かべた。美奈子は涼しのうちに気境色の小内着を重ね、漆黒の髪を背に撫でつけていた。顔には化粧さえして、いかにも無事な落ち着いた様子だった。穏やかな姿だな。 がたへ入ると、友信は笑いながら言った。お方のことだから、鎧兜に長巻きでも持って、さぞ、りりしく構えておいやろうと思ったに。あまり予想が外れすぎて、いささかごついたぞ。女は、女らしくと存じまして。奈子は、ぼっと、頬のあたりを染めた。女は女らしく、それは、 友信の口癖だったのである。そして今、それを口にしながら、つい宣告までの自分の武者づくりを忍び、思わず恥ずかしさに頬を染めたのであった。友信はじっと妻の表を見守っていたが、ふと我が子の方へ見返り、留守をしっかり守っていたか、と問いかけた。信孝は目を輝かしながら、 いかに自分が勇ましく、父に代わって、この城の大将になろうとしたか、敵のかがり火が近づいて、夜明けと見えたとき、どのように応戦しようと考えたか、そんなことを息巻いて話した。父へのお帰りがもう少し遅ければようございましたのにね。そうすれば信孝は、一番やりの巧妙をしていたに違いないんです。 大将はそのような戦はせぬものだろう。友信は笑いながら言った。だがその勇気はなかなかお立派だ。戦はこれからだからしっかり頼む。気丈の祝いもゆっくり語る糸間もなかった。形ばかりの算を済ませると友信は美奈子を帰り見て、入道殿とは敵味方になるぞ、と言った。美奈子は静かに微笑して、 お勝ち戦をお祈り申します」と答えた友信はうなずいて立ち旅人を浴びたまますぐ城の戦尾にかかったまさしく戦はそれからだった敵が撤退したのは徳川家康が守兵をこぞって正常したと聞き友信の都会を見てそれと誤り信じた結果だったそして真相がわかると今度はさらに 新手を加えて攻め返した。とぶのぶの心は初はめから決まっていた亡き父の左近の証言、信弘は事務所ゆう三成のために恨みを飲んで死んだ父の暴梱を慰めるためにも彼は東軍の先方となって戦う決心だったのだ千尾はなった上野城の分け部光義が来て加わり松坂からもわずかながら 遠兵があった。1600である。これに対して敵はおよそ20倍にあたる総勢3万余機をもって攻めた。合戦は8月23日、寄せての銃撃をもって始まった。攻防ともに熾烈を極め、24日に至って頂点に達した。しかし、兵数と武器の桁違いな隔たりはどうしようもなく。 上兵は、次第に打たれて交代し、勝敗は、すでに決定的となった。信濃の神友信は、手兵五百を持って、大手外に奮戦していたが、黄昏前には、兵のほとんど全部を打たれ、もはやこれまでと、身をもって、本丸へ行こうとした。すると、毛利秀元の家来で、中村正左衛門という者が追い詰めてきた。友信は、 引き返して刃を合わせたが、戦い疲れている身にはあしらいかねる敵だった。たちまち切り立てられて、これが最後かと見えたとき。その敵受けたまわると叫んで、横合いから出たものがあった。小桜落としの鎧を着た美少年で、お引きそらへと友信に言い捨て、槍を振るって中村聖左衛門に突きかかった。 寂しい戦いぶりだった。ざいもんをつき伏せると、なお追尾してくる敵兵を五人まで撃ち取った。息、あれは何者だのぶは引き上げようとした足を止め、振り返ってそう言った。息にもわからなかった。何者にもあれ、見事な武者ぶりだ。あれを撃たすな。ともの声に応じて四五人が引き返した。そしてなお、 敵を追い込もうとしている若武者を中に囲んで引き上げてきた。友信部は目を見張った。美少年と見えたのは、美奈子だったのである。お方、そのただったか。そう呼びかける友信部の目を、兜のまみさしの下からそっと見上げて、美奈子ははじいたように、再び顔を赤くした。さあ、本丸へ入ろう。お方、参れ。友の部は、 残兵をまとめて、本丸へ入った。両日の合戦で、上兵は、下半を撃たれた。敵でも、先手の将、松浦世の神が討ち死にしたほか、非常な損害があったのである。二十五日の朝、本丸へこもった、富田一族が、最後の一戦をして、自陣の用意をしていると、荒野山の目的、鉱山商人が、 草津上禅寺の長老と共に来て、両軍の間に講和を進めた。そして和議は幾多の曲折を経て、ついにあの津を開場することに決まり、友信は妻子と共に荒野山へ入ることになった。六四を去る日の朝だった。 トモブは妻を伴って天守の山中に登り、小場島に出て場外の眺めを見た。米別の眺めである。この戦は、お方のものだったな。トモブは焼け落ちた櫓、崩れた車を見やりながら言った。それは何事のせでございましょういや、まさにお方のものだった。トモブは、 力を込めていった。この戦で最も肝心なところは、俺が帰る前にあった。ジブ・ショーユ巨兵のことを聞いたのは、下助のお山の御仁だった。俺は世に火をついで帰ってきたが、何よりも気がかりだったのは、留守のことだった。備前中納言が、西軍に組みしていることはわかっている。入道殿は、おそらく、あのつを捨ててはおくまい。 お方がどのような苦しい立場にいるか、もしや血縁の情に引かされはせぬか、俺はそのことだけが気がかりでならなかった。夫の言葉を聞きながら、奈子はじっと海を見ていた。友信は続けた。帰ってきて、この城がどう守られたかということを知ったとき、俺はもうすべきことはないと思った。 血縁の情にもくじけず、三万の大軍に包囲されても屈しなかったあの都城。これ以上の戦はない。あっぱれよく守ったと、俺は心で礼を言った。この数日の合戦は、それに比べれば、ものの数ではない。お方、片付けなかった。身に余るお言葉でございます。とてもそのような、お褒めをいただく、私ではございません。もうどうぞ。 お許し下さいまし。奈子は身の縮むような思いでそう言った。夫はすっかりわかっていてくれたのだ。あの時の観難が百倍だったにしても、今の奈子は十分に報われたであろう。あの苦しく辛かった日々、奈子はそっと目を上げて海を見た。あの朝のように海は群青色にないでいた。 三河の国の山々も見える。遠く遥かな夫を思い忍びながら見、そして今、すべてが終わって別れゆく海。憧の裏波は静かに急い、寄せ返していた。